花、芥川龍之介。全知内具の花といえば、池の尾で知らない者はいない。長さは5、6寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い、いわば細長い蝶爪のようなものが顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳の内具は表面には出さないが、内心ではこの花を苦に病んできた。飯を食うにも一人で食えない。鼻先が腕に落ちないように弟子に板を持たせて、鼻を持ち上げてもらいながら飯を食うのである。一度板を持つ者がくしゃみをした際、鼻先がかゆに落ちた話は当時京都まで噂された。ある年の秋、弟子の一人が鼻を短くする方を教わってきた。その方というのは、鼻を茹でた後、人に鼻を踏ませるという簡単なものであった。弟子の勧めを内心喜んだ内具は、早速この方を試すことにした。ゆだった鼻を踏ませていると実に気持ちいい。やがて鼻には泡粒のようなものが浮かび上がった。これを毛抜きで抜けと申しますと弟子が言うので、内具は黙って弟子の言う通りにさせた。毛抜きで鼻の油を抜くと、鳥の羽の茎のような形のものが渋ばかりの長さに抜けるのである。もう一度これを茹でればようござる。さて、二度目に茹でた鼻を鏡で見ると、なるほど、短くなっている。内具は満足した。これでもう笑うものはあるまいと。しかし以後、内具の顔を見て他人が笑うようになった。他人の不幸に同情しない者はいないが、人がその不幸を切り抜けると今度は物足りなくなるらしい。内具は人々の内心を察すると、日ごとに不機嫌になっていった。内具がなんとなく不快に思ったのは、周囲の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。内具は鼻が短くなったのがかえって恨めしくなった。すると、ある夜のことである。内具はふと鼻がむずがゆいのに気がついた。翌朝、内具が起きると、ほとんど忘れていた感覚が戻ってきた。内具が鼻に手をやると、昔のあの長い鼻がぶら下がっていた。これでもう笑うものはあるまい。内具は心の中でまた自分に囁いた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。おしまい。補足。このお話は、今昔物語、宇治周囲物語に書かれている逸話を題材とした短編小説。
同情心という越感は矛盾しているようで、実は同じなのではないかという問いかけがされている作品。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。